くるくる回って落下するプロペラー X の第2弾プロペラー X2 を作ります。くる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 っと、まず折り紙を裏返し三角に折ります。折り筋をつけ広げます。反対の方にも三角に折ります。折り筋をつけ広げます。角を中央に折っていきます。全体を回しながら4つの角すべて中央に折ります。折り筋をつけ広げます。全体を半分に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回しまた半分に折ります。折り筋をつけ広げます。このようにあらかじめたくさんの折り筋をつけておきます。そしてここから本格的に折っていきます。手前の端を中央に折ります。奥の端も中央に折ります。右端を中央に折ります。中央に折って広げて角を奥に広げます。手前にも広げます。そして倒します。前後に角を出します。左側も同様に左の端を中央にまず折ります。折り筋をつけたら少し広げ角を奥に広げます。手前にも広げます。そして潰して角を前後に出します。右奥の角を右にこのように持ってきます。左手前の角を左に持っていきます。このような手裏剣のような形を作ります。全体を横にひっくり返します。手前のこの横の縁を中央の折り筋に合わせて折ります。手前の角は奥の縁に合う形になります。折り筋をつけ
広げます。同じように90度回し、手前の縁を中央の折り筋に合わせて折ります。折り筋をつけ広げます。90度回し、手前の縁を中央に合わせて折ります。折り筋をつけ広げます。90度回し、同じように手前の縁を中央の折り筋に合わせて折ります。折り筋をつけ広げます。このような折り筋をつけました。今度は今つけた折り筋を使って、このように手前を中央に折り、そしてこの左の部分開いて、このように潰します。左側も中に持ってきて、この三角を半分に潰します。90度回し、同じように三角を半分に潰します。そして左側を中に折ります。90度回し、三角を半分に折りつつ、この部分中に折ります。そしてこの三角も半分に折ります。しっかりと折り筋をつけます。このような細長い手裏剣の形を作ります。この縦横の線に沿って折り筋をつけておきます。このようにしっかり縦横に折って戻します。全体を前後にひっくり返します。今度は斜めに折って折り筋をつけます。このように斜めに折ってしっかりと折り筋をつけ広げます。反対側にも斜めにしっかりと折って折り筋をつけ広げます。そしてこの溝のところに指を入れ、白いところを広げます。白い溝を広げます。白い溝を広げます。白い溝を広げます。白い部分を広げたら、横と縦をこのように山折りします。山折りし、斜めを谷折りします。このように、そうすると開いた白い部分が上を向きます。全体をひっくり返します。ひっくり返すと、この中央部分がへこんでいる形になっています。少し横にして、この縦の折り筋しっかりと
折り筋をつけます。そしてこの斜めの折り筋しっかりと折り筋をつけることでこのポケットを広げます。隣も同様に縦の折り筋しっかり曲げ、斜めに伸びている折り筋もしっかり曲げることでポケットが広がります。同じように他の部分もこの縦の折り筋と斜めのこの折り筋を折ることでポケットが広がります。そしてもう一度裏から指を入れ全体をこのようにくっつけ、しっかりと中央をへこませます。横から見るとこの下の部分が突き出た感じになっています。これでプロペラー X2 の完成です。上から落とすとくるくる回りながら落下します。ぜひ作ってみてください。くる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 。くるくる。